は一人なの。頑張ろうぞ。で、なんかどうしても許せない顔とかあるんですよ。あ、うち結構ノンケ見てます。あ、みんなタチオだよ。生まれはロシア、最初関西、舞台は東京、イロシーズです。ありがとうございます。ちょっとやっていただいて、これね、これ金玉、金玉。タマとサオどっちが好きですか？私ね、タマとサオ一緒に行きたい。欲張りだー。なんで窒息。はい、ということでセカンドストリートの達也とゆきです。よろしくお願いします。いや、もうなんていうのかな、こうゲイの界隈ではもう一番有名なのかなっていうのが、僕見てる中ではすっすごい人気で、うちは見てんだ、ね、ありがとうございます。そう、始まる前にもうこれ何時間か分からへんけど、もう2時間ぐらいずっと下ネタの話をしてずっと喋ってましたね。だから今やっと回したよね、若部屋をね。本当に新宿2丁目というゲイのタウンが日本には存在するんですけど、はいはい、そこでは毎年あのノーパンスウェットナイトって言って、うん、ノーパンでスウェットを履いて、はい、お店に入っていくっていう、まあ、ノーパンスウェットナイトってものがあるんですけど、それの楽しみ方をすごくご教授を。暗くなった瞬間にね、パッと下がってバッバーンやるのよって。でも行ってからじゃないとこれは分からないから、ちょっと連れて行ってください。ぜひぜひ。でもセカスさんの一番好きなのは、うん、2丁目の個人的ニュースっていうのが、うん、めっちゃ人気なの、はい、1回2丁目でそれをロケしてるの見かけたこと。あ、嘘。うん、2人で黙々と静かに立って誰かいないかなみたいな、不機嫌な顔してた。やだー、もうそんな顔してたら誰も話しかけねえだろうっていうような顔してた。長いんだから。今回はね、ちょっとお二人の個人的ニュースをね、うん、何か聞けたらなと思って。でもなんかそこまでですけど、最近、だこれみんな共感してくれると思うけど、うんうん、あのマスク詐欺で引っかかりやすい。あー、わかる。わかります。わかります。それで何人かちょっと引っかかっちゃって、でちょっとある程度のとこまで行くじゃん、うん、でその後の終わらし方が分からなさすぎて困ってる、もちろ ん, なんか見た目だけじゃないのはあるんだけど、やっぱり見た目も大事じゃないですか、うんうん、でなんかどうしても許せない顔とかあるんですよ。許せない顔、特に口元って一番大事だからね、本当は。分かる。急に飛び起きたよ。分かる。ここと豆飛んだわ。そこと、ここのバランスが違いすぎるとかさ、うんうん、私、歯並び見ちゃう。わかる。あと歯の白さ。だから2人ともすっごい綺麗よね。嬉しい、これ300万かけたの。ああ、そりゃ綺麗だわ。お母さんありがとう。僕はすっごいかっこいいなと思って、なんかでもさ、こうまたそのプラスアルファで交換するじゃないですか、 LINE を交換したりなんなりとか、うんうん、そのサイトから LINE に変わったりとかした時に、うん、なんか、いやでもね、目って意外とさ、綺麗なのみんな、うん、目はもうどんな人でも綺麗に。そうなんだよ。これだからロシアの女はあったー、これになっちゃうよ。すごいよ。もう俺死活問題、さっき言ってたみたいに、俺は人をパッと見た時一番最初口を見る、うんうんうん、こいつとキスできるかどうかっていうのがまず第一段階としてあるから、うんうん、それがまず見れないっていう時点でもういい方を想像しちゃって、自分も嫌じゃない。なんか自分もさ、例えばご飯行きましょうってなって、ご飯行きました、マスクしてます、うん、でマスクをなんか取るタイミングちょっと緊張しない。あ、わかる。緊張する。俺でもね、わかる。だからもうサプライズよね。じゃん。もう個人的にですって15キロ取ったわけ、 YouTube を始めて。そうなの。これはなんか YouTube のせいにしてますけど、なんかその間にいろいろね、恋愛のこととかいろいろありまして、すごいお酒を飲むようになっちゃったんですよ、一時 ね。そっからじゃない、多分お酒飲んで、その次の日にお、あの朝にご飯があって、お酒浮くんじゃんね。そう、お酒飲んだね、だから食べる量は変わらない。昔よりバカみたいに食べた、あと1時間後には、ちょっとタツお腹すいた。あー、うちの実家で飼ってるマーシャル。ほんまに。いる？でもさ、このゲイの業界だったらさ、うん、こう、ガチムチ系とかさ、クマ系とかもあるからさ、うん、そっち系を今後目指していくっていう、転身の方法はある、うん、それで今余ったれてる。あ、これの方がモテるんですって。は
電話してた今日ダイエットの。あんまこんなこと言っちゃダメだけど、あなたがあまりダイエットしなくマネージャーさんちょっとちょっとというかふくよかなんですね同じこと言う、お前には言われたくないマネージャーさん可愛いですよめっちゃ可愛いね愛されボディだよね愛され処女え、アリちゃんとかある？個人的にやつ。持ち歩いてるの、バイブを持ち歩くようになったの。そう、なんで持ち歩くの、それ、バイブを。だってわかんないじゃん、どこでしたくなるから。だってわかんないじゃん、どこでしたくなるからこれがロシア女です少女、目がんびらでもね、この間ね、見せてもらったの、うん、めっちゃ可愛いの。なんかこう、パカッて真珠のようにパカッて長いから、やってない歴が。だからちょっと、たまにあってやべえなと思ったら、どっかで。あ、じゃあちょっと原宿とか歩いてたら、ちょっと俺のトイレとか入ってでもそういうことだよね。もうそんな感じです本当に個人的な。あ、俺でもとうとうパーソナルジムで勃起した。その勃起した原因が、今まではベンチプレスをやった時にやつはこう股をこう、やつはこう立ってなるほどね、こう手伝ってくれるので、ここに股があるから、もうこっちはハミチンも見ていいとか見てはいけないとか、まあ見えないんだけど、こうなんとか勃起しないようにしてたんだけど、終わった時にやつがこのガタンってするのをバンって置いた時に、やつのもっこりがその鉄棒みたいなものに触れてやつにバレて、ジャンプスクワットさせられた。なんか性欲がすごいのね。チンチンのことしか考えてない人と、バックにバイブ入ってる人もうるさだからそのだからね、やっぱ真面目なこともやっぱりそういうエッチなこともやっぱりなんか全部ねこなせるっていうのは素晴らしいですよね適当にまとめやがって。え、将来の夢はこっちの方がよっぽど適当よ。ゆうり、ない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 、将来の夢は将来の夢ないのよね。なんで夢なんてなきゃいけないの。わかる、試して聞いた。将来の夢は浅はかにも答えるような奴らなんかどうかを確かめ将来の夢がなんかあることが素晴らしいっていう、この世の中がおかしいと思うの。私10年後に自分が本当にそうなりたい自分であるのかっていう。10年後に夢また変わるじゃん。なりたい、なんかもう自分じゃなくなってるよね、うん、10年後の自分って、うん、もう全く別の人間になってる。じゃあ10年前の自分と今その10年後の自分なわけじゃない、全部違うわけじゃん、違うね。10年前どう思ってたの。私はイケメンな彼氏となんか隠居する予定ではない。だってやっぱ仕事に対しても夢っていうか目標みたいなのはあるべきものなのかなと思うわけ、うん、あ、でも一つだけ目標あるとしたら、10年後もちゃんと勃起できる体ではありたい。難しい、やっぱまたチンコなんだそこにたどり着いたのね。恋愛とかはどうなの。目標、恋愛の目標はでも本当に私はもう毎回思うけど、もう次付き合った人が最後でいいと思ってる人。男女だったらなんとなくだけど結婚というものがあって、で結婚の後には子供を産んで子供を育ててっていう、なんかこうレールみたいなものに乗っかりさえすれば、次やる目標がどん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 こう見えてくるっていう考えなかったり、それがゲイの世界にはないわけです。ないね。浮気ってどっから。みんなセックス、あてかもうチッポ見たらダメかな。だからチッポ見て立ったらダメだな。相手が嫌がることだったらもう全部浮気なんじゃない。浮気ってなんか難しいわ、ね。だからね、恋愛ってまあ俺もう2年ぐらいしてないんだけどもね、だからこんな偉そうなことは言えないんだけども、なんかやっぱりその人のことのいい面、他人と比べてこの人のいいところがこんなにたくさん自分は見つけられるっていう人のことを好きになると思うね。だからこの人こういうとこがいい、こういうとこがいい、あ、ここもいい、ここもいい、ここもいい、あ、好き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 ってなっていくのが好きじゃん。でその後付き合う、うん、そうすると長いこと見ている中で、あ、でもこういうところはダメだな、こういうところはダメだな、うん、こういうのもちょっと、うんうん、でそこで、あ、もうやっぱこの人好きだったけど許せないってなったら別れるべきだし、あ、この人こんな悪いとこあるけど許せるわ、うん、だから自分は好きじゃないんだなって、これはもう愛なんだなっていうふうに確定したら、それ以降も一緒に行くべきだから。だから許してくれる人
いいね。そう、許してくれる、かつ自分も許せなきゃいけないから、うん、それをただ見つけるだけ。難しいよね。もうだからみんな死ぬのよ、最後は。なんで死ぬの？でっかいのがすごい。その時に、相手よりも先に死にたいかな。悲しんでほしい。そうなの。好きな人に。そうなの。悲しんでほしい。今俺が死んでも誰も泣かないの。そうなの。男子隊になるんだよ。マネージャーが3日後ぐらいになんか電話かけて気づくだけだから。でもさ、本当にそうだと。私たちはまだいいよね。マネージャーってがいるんだもん。そう。何かあったら、そう、マネージャーが家に来てくれるんだから。確かに。俺もアップルウォッチで転倒したら救急車呼ぶってやつ導入したんだ。最近さ、ちょ早くないですか。なんかもうさ、ね、血圧測ったのさ、血圧計も買ったし、自分のことは自分でしか分からない。そうだよ、いろんな方法があるからね。もうほぼは一人なの。怖いね。怖いの。私だっておばさんになったんだね。ということで今回めちゃくちゃ楽しかったセガストさん、その前にもコラボしてるんで、はいはいはい、アップしてるんで、あの概要欄の方にリンクとか貼っとくんで、ぜひ見てみてください。あの、すいません、決して悪いおかまではない。そうなんですよ。今後もぜひ受け入れてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。